三河鉄道では1系三河鉄道では1系電車は三河鉄道が申請した電動貨車。後年三河鉄道が名古屋鉄道へ九州合併されたことに伴い、では10型と解消された。2両が存在し、岡崎市内線で運用された。車体は木造、二軸車であった。ブレーキは手ブレーキと電気ブレーキの併用。 自動連結器を装備し、貨車の牽引にも使用されていた。1927年、稲電機鉄道松島工場で製造された。発注は、岡崎電機軌道であったが、同年4月16日に、三河鉄道に合併。この電動貨車は1928年に三河鉄道に納車され、三河鉄道では一型となる。1941年6月1日。 三河鉄道が名古屋鉄道に合併すると、では10型に改版。引き続き、岡崎市内線で運用され、戦後、運転台側面の窓を設置、全消灯の位置変更などの改造が行われる。岡崎市内線の貨物輸送のほか、日清籠石、戸崎工場への貨物輸送、国鉄や衣線との貨車連絡を行っていたが、貨物取扱いが廃止されると、 資材運搬に従事していた。1962年、岡崎市内線の廃止とともに廃車となる。ありがとうございます。